はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ここ最近ですね、連日ねお話しさせてもらっているその帯状疱疹のねお話なんですけどもね、その帯状疱疹ウイルスとねヘルペスウイルスっていうのがあって、一緒のやつなんですけども、それもね2つのねウイルスっていうのがですね、ヘルペスウイルスの方かな、それがですね、うつ病に関係している可能性があるとね研究で分かったらしいんですよ。ね、昨日ちょっと聞いた話なので、ネットでね早速調べたらねニュースになってましたわ。まだそのねマウス実験の段階なんですけどもね、大体その医学やね科学の研究っていうのは、そのマウスのねマウス実験をして、人間でもいけるかいかれへんかっていうのをねやるらしいんですけどもね。で、ほんでそのねウイルスじゃないか、そのうつ病の発症にね多くの人がこう幼い頃に感染するそのヘルペスウイルスがね、関係している可能性がねあるとする研究成果をね、その日本の大学がですね発表してたんですよ。これはね、ヘルペスウイルスっていうのはね、水疱瘡のことです。そのちっちゃい子になるでしょう。水疱瘡のことなんですよ。で、そのね、多くの人がその子供の頃になるね、感染する水疱瘡ね、ヘルペスウイルスのね、その種類の一つの、遺伝子がですね、その何種類かあるからしいんですけども、その中の一つの遺伝子が、脳の一部にね、その感染するとですね、そのウイルスが持つその遺伝子がね、こう強く働くことを、その突き止めたということをね、研究でね、発表したんです。すごいことしますよね。一般的なね、人間はこんなことをやろうなんてね、考えつくこともないですよね。すごいんですけども、ここまで聞いてもね、なんでそのウイルスヘルペス、逆にヘルペスウイルスの中のね、一つの遺伝子がですね、そのうつ病に関係してるのってね、思うじゃないですか。僕も思いましたよ。だからなんなんってね、そのうつ病の原因の一つが水疱瘡って、とかね、そのヘルペスウイルスやったっていうことやったからって、みたいな。でしかもね、子供の頃になる水疱瘡が、みたいなね、そんな感じで思うわけじゃないですか。だからね、その研究をね、その最初にも言いました、そのマウス実験で確認したようなんですよ。で、そのね、どうやって確認したかと言いますとですね、マウスはできるじゃないですか、ネズミね、そのマウスの脳で、そのヘルペスウイルスの一つの、その、このね、遺伝子、ヘルペスウイルスの遺伝子を人工的にマウスの脳の中で働かせたことによってですね、マウスの構造が変化して、うつによく似たその症状が見られたということがね、確認されたようなんですよ。ほんで、その後にね、その研究成果に基づいて、今度はね、人間のうつ病の患者さん100人ぐらいと、健康な人100人ぐらいと、その両方ともね、同じぐらいの人数で、その血液をね、調べたところですね、そのうつ病の患者さんの 79.8% の人で、この遺伝子が強く働いているっていう反応が、あったようなんですよ。それに対して健康的な人は、その遺伝子が、いてるのが、その22.4% か、それぐらいだったということなんです。で、そのことからですね、そのうつ病の人の体の中で、そのヘルペスウイルスの中のね、一つの遺伝子っていうのが強く働いていることから、そのうつ病の発症に関係している可能性があるとされているということなんですって。でもね、これは後付けになるかもわかりませんけども、その帯状疱疹のね、治療薬としてね、昔から抗うつ薬がね、使われていることがね、あるんですよ。僕がもらった薬の中には入っていませんでしたけども、今後ね、僕がその帯状疱疹後神経痛とかね、になってしまったらですね、その痛みが長引くことがあればですね、ひょっとしたらその薬をね、出されることがあるかもしれません。というかね、帯状疱疹ってうつになるんかなってね、感じなんですけども、僕もね、それなりに痛みがあって不安になってね、テンションが下がって何も考えられない瞬間がその、たまにはありますけども、それってうつの傾向があるってことなんですかね。その瞬間がこうね、度重なることによって、そのうつなのか、その診断されたわけじゃないので、僕はうつじゃないですけどね。で、ほんでね、その抗うつ薬が効かなくなって、その他にも、いろいろ試していてですね、最終的には、その医療麻薬とかを使うことがあるみたいなんですよ。
まあ、医療麻薬に関してはですね、まあ、骨髄移植をした時の痛みがね、その痛みをですね、僕を抑えるためにその先生からもね、こう提案されましたけどもね、まあ、僕の痛みは、まあ、そこまでには至らなかったというかね、その、まあ、症状や痛みを抑えるためにね、この鎮痛剤としてね、最終手段やでとね、言われたんですよ、あの医療麻薬ってね。でもその時の先生の説明でね、鎮痛剤はパワーを上げていくとね、キリがないし、しかもそのパワーを上げていくと体がそれに慣れていって、その痛みに対していつも効いてた鎮痛剤がこう効かなくなってくるから、ちょっとした痛みやったら、まあ、今後の体のためにねちょっと耐えた方がいいかもねとね言われました。まあ、なのでね、その多少の痛みはね我慢しました。まあ、そのおかげでね、その医療麻薬を使うことはなかったんですけども、まあ、それがあったのか、まあ、ちょっとの痛みでもね、我慢強くなりましたね。まあ、だからね、今もね、痛くてもね、こうやってヘラヘラしながら喋ってられるんやと思います。っていうかね、まあそのね、こうやってね、僕動画撮って喋ってる時ってね、まあ、そんなに痛くないんですよ、今。まあ、痛いですよ、痛いですけど、その動画を撮影してない瞬間とかね、その編集してる時とか、まあ、テレビ見てる時とか、まあ、何もせずにこうボーっとしてる時とかの方が結構痛むことがあるんですよ。まあ、だからね、僕にとってその動画を撮ってるこの瞬間がですね、一番効く薬なのかもしれません。まあね、何かしてる時っていうのはその痛みのようなね、あの嫌な気をね紛らわす効果がねあるんでしょうかね。まあ今日でね、そのまあ移植後700日ですけども、まあ、白血病と診断されてからは843日です。で YouTube の投稿がね、初投稿からね791日目なんですよ。でこのね791日間ね、そりゃね投稿もできないほどね苦しい日もありました。でもほんまにね、気晴らしになっていることがね最近分かってきました。まあね、こういう風な言い方をねしてたらね、実験室みたいですよね、なんかね。まあね、その病気で嫌な痛さとか気分を紛らわすには動画投稿が効くみたいなねことをね発表できそうな気がします。でもまあね、こうやって動画撮っている瞬間とかっていうのは、まあそもそものその根本的なね、あの痛みとかあるじゃないですか。そんなのとかをちょっとくれないし、そのほんまにその気分をね紛らわすだけなんですよ。まあね、こういった動画撮影のようなね感じで今自分なりにやれてることっていうのは、まあ大したことないんでしょうけども、まあこれがね精神的にもね穏やかになってくれてる瞬間があるという風な感じのカテゴリーに入るのであれば、鬱っぽいところからね少しは解消されているのかもしれないですね。まあ、僕はね、その今は白血病の治療のためにね、抗がん剤やね、あの骨髄移植によってですね、まあ、いろんな副作用やね、合併症やね、こういったその帯状疱疹などでね、ストレスがね引き金となって、そのホルモンなどがね、そのアンバランスになって気分がね、あの損なわれてしまっていますので、まあ、結果的にね、いい瞬間が続いているね、こういう動画撮影以外でもね、例えば前とかやったらチャリ活とか、まあ、今でもね、たまにこのチャリ活を、まあ、して、まあ、そんな長い距離は行ってないですけども、自転車でね、買い物行ったりね、してます。そんなね、感じでこう気分がね、良くなっていくので、まあ、様々なね、そういった行動はね、続けていきます。まあ、今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。